はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の公民、企業と労働者についてお送りします。で、前回はね、企業の役割と意義というね、企業の話をやりましたけど、今回は企業、それに労働者の話を加えてね、やっていきます。で、今回全部で穴埋めが9問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部説明しながら穴埋めやっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、1番から穴埋めの方やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず企業の種類からいきますね。資本金、まあそのね、元にはお金です。まあ企業として持ってるお金というイメージでも大丈夫とか、従業員数、つまり働いてる人ね、の数によって企業っていうのは2つの言い方に分かれます。で、これね、多分聞いたことあると思うんですけど、もう名前通り、これ大企業、つまり大きい企業ね。資本金もたくさん持ってる、ね、お金もたくさん持ってるし、従業員数、働いてる人もたくさんいるような会社、それが大企業です。で、もう一個が、そうではないというのを中小企業と言います。まあ、つまり大中小って使ってるんだけどね。いいかな。こうやってまあ2つに分けれる、大きく分けるとね。で、また今グローバル化がすごい進んでいます。ね、日本も。で、グローバル化が進むにつれて、アジアをはじめとする海外の国々に現地的な企業を作る。つまり海外にその企業のね、その支社とかを作るんです。会社をね。で、それを作るホニャララも増えていると。で、これを、多い国籍の企業。で、多国籍企業と言います。例えば日本にその支社というかね、会社も持ってて、工場も持ってる。でも、海外にも、例えばアジアのね、どっかにもその企業とか支社と工場を持ってたりする。そういうのを多国籍企業って言います。今すごい増えてます、そういうのがね。で、次話が変わって、労働者出てきます。労働者、そして企業、その関係は必ずしも対等ではないです。これイメージしてもらったらわかると思うんですけど、企業っていうのは言い方が悪いけど、働かせてあげてる方なんだよ。で、労働者っていうのは働かせてもらってる方。まあ言い方を変えれば働いてやってると言ってもいいかもしんないけど、でもイメージとしてはやっぱ働かせてもらってると。で、そういう関係にあります。だからどうしても企業が上になる。立場としてはね。で、そういう風になってるので、労働者っていうのは、あるものを結成して、まあ作って、労働条件、働く条件の改善を企業側に要求することができます。例えば残業多すぎませんかとか、そういうことができる。で、まず何を結成するのかっていうと、もう働く人たちなんで労働がつきます。で、労働を組合です。ね、労働組合っていうのを結成できる。例えば同じ不満を持つ人たちが集まってとかでね。で、そういう要求もできるし、あともう一個。日本ではある3つの法律があって、それを労働三法って言います。その労働三法の名前覚えてね。今回問題になってないけど。で、その労働三法って呼ばれてる3つの法律を覚えてください。まず1個目です。で、これ全部労働つきます。で、労働に、基準。つまり、労働基準法です。まず一つ目、労働基準法。で、次が、労働、さっきあった名前だね、労働組合です。労働組合法と言います。で、最後がちょっと長くって、労働、ちょっと画数多いんで待ってね。関係調整法と言います。長い。労働関係調整法。この3つのことを労働三法と呼ぶので、ね、しっかりこれ覚えてください。よく出てきます、名前が。で、ちょっと最後まで喋ったらね、ちょっと付け足そうと思ってるんですけど、話をね。近年、最近ね、では労働のあり方、つまり働き方です。っていうのも様変わりしてます。いろいろね、いろんなパターンが出てきてて、今の日本の傾向としてね、現在の日本の労働者のおよそ3人に1人、つまり3分の1です。が、アルバイトとか、
パート、派遣労働者、契約労働者などのほにゃららであると言われています。で、このアルバイトとかパート、派遣、契約、こういう人たちのことを呼び方があって、非正規労働者と言います。非正規労働者です。で、これの反対の言葉は非を取った正規労働者と言います。で、もしかしたらね、聞いたことがあるかもしれないけど、正規労働者、こっちね、正規労働者っていうのはよく言う正社員のことです。非正社員で、こっちはそうじゃないんです。で、これ何が違うかっていうと、基本的に働くことは同じです。やることはもちろんこっちの方が責任を負ってるので、正規労働者の方がね、もう重いものもありますけど、いろいろ、ただ働いてるものは一緒なんですが、給料が低かったりします、非正規の方が。あとはボーナスが出ないとか、ちなみにですね、俺は塾講師やってたんですよ。昔塾講師やってたんですけど、1年目は俺こっちだったんで、非正規労働者あ、ボーナスが出ないんです。そうっていう風に、ね、待遇が違う。あとは会社の経営が悪くなった時、どんどんお金が稼げなくなった時に真っ先に首を切られるのはこっちです、非正規労働者。で、そういう人たちが3人に1人もいるの、今日本に、っていう傾向があります。で、またさっき出てきたね、グローバル化、それがまあ進むにつれてホニャララも今すごく増加していて、これがまあグローバル化なんでね、外国の方が日本で働くのも増えてるので、それを外国人の労働者だから外国人労働者と言います。だからそれも増えてると。で、ちょっとここの話に戻りますね。まあ、労働組合結成できるとか、労働三法があるっていう話をしたじゃないですか。で、一個で言葉を覚えてほしいのがあって、労働に災害という言葉をつけて、労働災害という言葉があります。で、これをね、防がなきゃいけないってすごい言われていて、で、労働災害何かっていうと、例えば工場で事故が起こったりとか、なんか機械を使っている時に怪我をしてしまうとか、それも労働災害。あとは今すごく多いのがね、ストレスとかで、例えばまあうつ病になってしまうとか、例えばまあ言い方悪いけど自殺をしてしまうとか、そういうのが日本はすごく多いです。過労ってやつ、働きすぎのね。で、日本は昔より労働時間がすごく減りました、一時期よりはね。それでも働きすぎな国と言われているぐらいに働く時間が長いです、日本っていうのは。なので、こういう労働災害、そのね、普通の事故もそうだし、あと精神的な方、ストレスとかのね、そっちもそうですけど、そういうのを防いでいかなきゃいけないというために言葉がたまに出てきますので、労働災害も覚えておいてください。いいかな？では、今回は社会の公民、企業と労働者についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は企業から話がちょっと変わってですね、市場経済についてやります。あとはお金の話とかも出てくるんですけど、まあ、その辺やっていきますんで、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。